はい、コージャンです。こんばんは。ニコニコラジオブルーエモーション第 19.5 回ということで、毎度おなじみ大会用放送枠でお届けいたします。リア対象してくれている人本当にありがとうございます。もちろんアーカイブ視聴の皆様にも感謝です。まあいつものラジオと違って大会解説枠についてはね、なるべく見てもらってる人が楽しく熱くなれるような内容でお届けできるよう心がけておりますので、ワーコジンありがとうございます。拙い点につきましてはね、放送後で結構ですので、ぜひ忌憚ない意見をお聞かせ願えればと思います。まあこんなこと言うとね、まるでいつものラジオは適当なのかと突っ込まれそうですけど、いつものラジオとはね、こうちょっと違った熱をこの放送枠に込めたいんだという思いがね、伝わればこれ幸いです。ってことで始めたいと思います。よろしくお願いします。というわけで今日の放送枠こちらでございます。はい、エスケープチャンピオンズリーグアフリカステージ 2vs2 全試合実況放送も見た上で、内容確認した上で今回お届けしたいと思いますよと。まあ本当に大変はね、ちょっと僕自身もあんまり慣れてないというところもありますのでね、本当研究しながらという意味では僕自身本当に楽しく見れましたので、はい、そういったところをお届けできればと思います。まああとちょっと言いそびれましたけど、いつもあのニコニコ生放送の方ね、あの広告を打っていただいている方本当にありがとうございます。まあもしその広告にね、もっと AOE2 をいろんな人に知ってもらいたい、やってもらいたいっていう思いがね、もし込められてるんであればね、それをなんとかして広めるのは本当放送主たる私めの役目だと思っております。広告打っていただいた分は精一杯頑張ります。というわけで今日は、一応リプレイ解説実況も含めると多分1時間半枠で一応今回撮ってますけど、それぐらいになるんかなと思ってますので、ちょっと長丁場ですが、よろしくお願いします。はいね、あとはちょっと今回はいろいろちょっと端折るところが多いですので、もしかしたらあれあれあれって思うところがあったりするところはご了承ください。例えば、今回使われるマップのそれぞれの詳細は、別の放送枠で、紹介しておりますのでよろしくお願いします。あとマップ選択ルールについても、前回放送枠でご紹介しております。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、もちろん実況するマップについてはちゃんと細かいところまで、お伝えしますので、その辺はご安心ください。というわけで広告を早速いただいたということで頑張ります。よろしくお願いします。早速スタートでございます。はい、というわけで来ました、エスケープチャンピオンズリーグアフリカステージ始まりました。いやー、この BGM もね、すっかり定番となってきましたね。この BGM につきましては最近私めはや、大好きなマンボウ二等兵さんナインジャックという BGM でお届けしております。いい BGM ですね。いやー、ほんとこういう曲作っていただいて、しかもこれが無償提供というのであれば感動ですね。ありがとうございます。というわけで、今回ご紹介しますはエスケープチャンピオンズリーグ 2vs2 ですね。一応いつものといえばいつものになるかもしれませんが、精鋭8チームによるトーナメント形式で2日間で、毎度おなじみ行われております。時間設定はもうかなり毎回毎回びっちりびっちりとやってるような印象でありますが、どうでしょうかね、参加者勢はこの時間枠には慣れてきてるんですかね。なかなか聞いてみないとわからないところでありますが、といったところです。はい、トーナメント表はこちらの通りになっております。前回の、ユーロイースト4対4で決勝でぶち当たった SY とシークレットがいきなり初戦で当たっているという流れですね。はい、わこちゃんありがとうございます。賞金額についてはご覧の通り、チームに対して1位がおよそ、$1,800もらえると、2人で山分けなら、まあ、およそ900ドルですね。10万円いいお値段ですね。さあこれはどうなるでしょうか。はい、使用マップと制限される文明につきましては制約がいろいろありますよというのは、今までの流れから、まあ、ちょっと端折りますというところですね。はい、ちょっとご存知でない方は、前回放送などを
見返していただければ幸いでございます。で今回使われるマップがご覧の7つですね、上から順にサハラ、デザート、セレンゲティ、真ん中行ってキリマンジャロ、ゴージ、下行ってリフトアイランド、チームごとの島、ご覧の奇抜な7つのマップから、各プレイヤーがこれだと思うマップを選んで対決するという流れでいきますよ。はい、さあ、あとこちらのシビライゼーションプールというのが毎度おなじみの設定になります。これら10個の文明は、必ず誰かは1個用いなければいけないという制約で、まあ、やっていくのが今回の大会の一つの見どころになってます。まあ、ですので見慣れない文明が出てくるという点では、見ている人もね、新しい発見ができたりするなどして非常に楽しめる、そういう感じになりますかね。はい、まあ、一応細かくルールがざらっと一応書いてあります。各プレイヤーは一度選んだ文明が使用不可、その上で、こちらの文明ですね、さっき紹介したその10個のこの文明は、チームで1回しか使えない。だから今回2対2ですけど、片方の人がその10個の文明のどれか1個使うと、もう片方の人は使えなくなっちゃうっていう感じになりますね。であとは2対2の特性上というのはありますけど、それ以外の文明も同じ文明は2回までしか、まあ、使えないっていう風になります。例えば、チーム A の人がマヤを使いました、で B の人が次の試合でマヤ使いました、そうすると3試合目では A も B もマヤが使えないので、マヤ以外で勝ちに行かなきゃいけないっていう風な制約になりますね。まあ、ですのでみんな大好きマヤはどこで使われるのかっていうのもかなりポイントになってくるという感じですね。はい、であと今回のステージだけなんですけど、ゲーム仕様上でちょっと補足が入ってます。今、HD エディションで AOE をしている人につきましてはもうすでに 5.8 というバージョンでプレイしてると思うんですけど、今回はその一歩前の 5.7 のバージョンとの間ぐらいのものっていう感じで今回は仕様がなされてます。例えば、等のコストだけは、まあ、5.8 の仕様ですね、上がってます。であとはアランバイト、カランビットウォーリアーの生産コストは修正されてます。で挑戦は弱体化してます。でインカの帝王のユニテクはコストが修正されてますって感じですね。まあ、ですので、まあ、特に海ゲーですけど火炎が冷戦が漁船に与えるダメージっていうのは以前のまんまなのでかなり強力に働くユニットという風になってます。はい、これがまあ補足になります。あとは一応リプレイ解説実況の前にさらっと、全体的な、マップの選択状況とあと文明の選択状況ですね、そちらをお伝えしたいと思います。まずマップね、今回全部で23試合行われたわけなんですけど、これらの7つのマップ、どれがまあ人気でどれが不人気だったかっていうのをまずご紹介するとこんな感じでした。偏りましたね。なるべくだったらね、見ている側としては、奇抜なマップでプロがどういう風な戦いをしてくれるのかっていうのが気になっていたかなっていうのはあるんですけど、なかなかどうしてこれは見れなかったなっていうのはありますわな。残念でした。はい、まあ、本当上側の3つが、まあ、どちらかといえばアラビアのマップに近い、そういうマップになってますね。はい、なんだろうね、やっぱ奇抜なマップはどうしてもなんだろう、練習する環境が少ないんですかね。まあでも練習している風景っていうのはある程度見受けられたんですよね。ただやるときは、このマップをバシッと決まってやるっていうよりはこの7つの中からランダムで引かれたやつをやりましょうっていう風に練習していた人たちがほとんどだったかな。まあだからやっぱりそれこそ練習回数っていうところでは少なかったかもしれない。はい、だからあとは切り札的ホームマップとして誰か持ってくれてたね、面白かったんですけどね。うん、難しいですね。まあ多分こういうところについては例えば中国勢とかだったらいいんですけどね、中国勢とかだったらその中国身内で練習をするから、まあ、中国の人だけで集めて練習をしようとかいうことはできるんでしょうけど、結構トップの人たちってその一つの国だけっていうプレイヤーが結構多いのかな。うん、変な話、例えば
まあ、ダウトといえばセルビアですけど、セルビアでダウト以外のプレイヤーって聞いたことあんまりないのでね、うん、まあ、その点に関しては例えば日本のコミュニティがしっかりと生きている我々に関してはこの辺は練習するっていうことがもし起きたら強みだと思っておりますのでね、まあ、将来的なところではぜひこの辺を強みにしていきたいですね皆さん。はい、まあそれは余談でしたね。はい、さて、こっちの方がぜひ面白いと思うので見ていただきたい文明の選択結果ですね、各人どんな文明を使って戦ってきたかというところですね。全23試合かけることの4人分ですからね、なかなか面白い分布になってきましたよと、まずはこちら10個のシビライゼーションプール、まあ、確実に1個は使わなきゃいけないですよっていう制約のもとで並んでおりますこちらの10個の文明ですね、ちなみに前回の4対4ですね、ユーロイーストステージでの選択結果ではご覧の通りでした。まあ、イタリアとかポルトガルといったところが人気だったようですね。さあエチオピアやサラセンには日の目が当たるのでしょうかというところで結果はこうなりました。くー、大逆転エチオピア、0回からまさかの大躍進、13回も使われたんですね。非常に人気の文明になりました。あとはフランクも大人気ですね。この駅地最強というところですかね。まあ、あとアフリカマップについては、あの不人気だったマップ以外他のやつだと海がほとんど絡まないんで、まあ、イタリアとかポルトガルっていうのはちょっと人気がなかったんですよね、うん、まあ、本当ビザとかあとはサラセントルコみたいなところはね、どうしてもなかなか人気なかったですね。やっぱちょっと序盤で出遅れるとどうしても厳しいっていう、そういう流れはどうしてもあるんでしょうね。はい、まあ、といった感じです。まあ、あとは補足ですけど、基本的に、車種系と馬系の組み合わせっていうのがやっぱ非常に多かったですね、うん、だから例えばフランクを使ったらもう片方の相方は、車種の文明、まあ、それこそエチオピアっていうパターンもありましたし、まあ、あるいはマヤとかそういったところももちろん選ばれてましたね。うん、そうなんですよ。まあ、ですのでユーロイーストステージだった場合に同じような文明で来ればね、どうなったかっていうところありますけどね。まあ、この辺はちょっと大会の運営がある程度なんだろう、アフリカっていう舞台を用いることとアフリカっていう文明をなるべく意識した感じでセッティングをしてきたので、まあ、結果的にアフリカで輝いてほしいと思われていた例えばサラセンみたいな文明がね、輝かなかったなんていうちょっと逆転現象が発生してしまったのはいかんともしがたいですけどね。なかなかまあ面白いですね、それはそれで。はい、うん、まあ、ちなみに、プール外で選ばれた文明、総数44回ですが、選ばれた回数ご覧の通りになっております。マヤやインドは、まあ、前回も大人気文明でしたね。上位ですね、安定ですね。ブリトンが6回っていうのがなかなか意外ですよね。まあ、先ほども言いましたけど、騎士の文明の相方は車種系の文明というルールで、まあ、ブリトンが選ばれたっていうところはありましたね、うん、でモンゴルとかフンとかはね、この辺なんか人気があんまなかったのは意外でしたね、うん、まあ、モンゴルやっぱ後半マングダイがあるとはいえ、うん、馬の鎧3段階目がないのがきついんでしょうかね、まあ、あとはフンも相方が車種文明っていうところに焦点を当てると、まあ、そのチームボーナス の馬の作業速度が速いっていうチームボーナスが生かしきれないのかなっていうふうにはちょっと思いましたかね。まあ、それだけじゃないと言います理由はちょっとなんともここは僕もわからなかったですね、はい、さて、今回ちょっと、ディスるような格好でご紹介しますこの0回ハテナハテナハテナと打っております。さあ、今回ですね、0回に選ばれた文明の中でですね、今回以外も含めて、前回のユーロイーストステージ1対1、4対4、そこまでも含めて未だに選択回数が0ないしは1回という悲しい文明がなんと5個もあるんですよ。うわお、うわおですよ、5個もあるんですよ、うわお。ご紹介していきましょう。まずこちらアステカとインカ、南米お二つが不人気、悲しい。
まあなんでかってどうなんでしょうね。まあマヤとは違うのだよ、マヤとはと言われればそれまでかなとは思います。まああとはやっぱイーグルはどうしても上司だと連携で難しいんでしょうね。でやっぱ車種で連携するっていうんだったらそれこそマヤでいいじゃないですかって話になっちゃいますしね。ちょっとやっぱ出番としては難しいんでしょうねこの辺はね。でアフリカステージで今回1回ずつ、どちらも使われてます。ユーロイーストでは全く出番なかったですが、ただどっちも負けてしまってます、残念。はい、さて、残り3つですね。残り3つはすべてまだ1回も選ばれてないです。いまだ選択0回。もう1個はこちら、サラセン。くーくー、アフリカで出番があればいいんだけどね。いやー、ほんと帝王までね行けば強いっていうのはわかるんだけど、やっぱみんなね領主からアドバンテージが欲しいんですよ。市場の建造こそ100じゃ足らんのですよ。それだったらマリで十分ですよという話になっちゃいますかね、残念。さてもう2つですね。1個はこれです、朝鮮。残念ですね、朝鮮もね。まあ、今回しかも唯一の取り柄だった TR 弱体化食らってますからね、これもちょっと微妙かなと。まあ本当これも上州まで行けば、まあ、塔が自動アップグレード来たり、戦車も単体では非常に頼もしいユニットなんですけどね。まあそれでもこうなんだろう、個人のプレイで風穴を開けられるレベルの強いのがねきついですね。まあちょっとやっぱ TR 弱体化はどうなんでしょうね。 TR を弱体化する代わりに何か他のところで強みが生きればいいんですけどね。まあそういう修正がまあ次回以降来ることを切に願いましょう。はい、さあ栄えあるラスト1個、いやー予想できますかね、ちょっと難しいかな予想は。これちょっと予想難しいかもしんない。考えてみてください。当然ですかね、ベトナムでした。残念、いやー残念のベトナムでしたね。まあベトナムに関してはもうなんかコメントしづらい。まず個人的にベトナムより弱いところを探してみると、結果的にベトナム以外を選ぼうという、そういうね消去法的な感じでこの文明は削られているんじゃないかなと思います。くー残念。まあベトナムに日の目が当たることを祈りましょう。というわけで、今回0回だった文明は、こんな感じでしたね。ビルマが0回だったっていうのもちょっと意外でしたね。アランバイはどうやら2対2だとどうもこう影響力が若干弱いのかなといったところもあるんでしょうかね、気になるところでございます。はい、さというわけで、長々と前置きをしました。20分間ありがとうございます。さあリプレイ解説実況といっちゃいましょう。そうしましょう。さあいきますよ、3本にやります。今回も厳選いたしました。まずは1本目、こちらですね。いきなり頂上決戦になるか。1回戦 SYVS シークレットですね。まあバイキンは多分帝王で失速してしまうという点が嫌われていた可能性は高いですかね。はい、さあこちらの第1回戦チームごとの島2試合目ですね。はい、1試合目を SY が、さらっともぎ取ってしまったという印象ですね。いやーちょっとこの辺は正直ザ・バイパーのまあちょっとしたホールが原因になってしまったというところもありますが、それを見逃さなかった SY ミスターヨーが見事だったと言わざるを得ない。さあリベンジなるか、シークレット側立て続けに勝って一気に勝ち上がるか SY というところのこの流れご紹介させていただきましょう。ということでゲーム画面持っていきます、よろしくお願いします。スッとね、はい、ゲーム画面と、はい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 、今回ご紹介しますはこちらラウンドオブ8 SYVS シークレットゲーム2ですね。1を選びそうになったね。さあ行きましょう、レッツゴー。さあ今回こちらチームごとの島ということでこのマップでご紹介しておきますと、文明表記につきましては毎度おなじみのこちらでご紹介をさせていただきますが一応おしゃべりしておきます。こちら青ですね、スワイミスターヨーイタリア、そしてその相方リックス、
マリですね。緑マリです。はい。で下側逆ですね、シークレットからスラム参戦ですね。スラムにとってはエスケープチャンピオンズリーグ2試合目の参戦となっております。イタリアでの参戦。そして片方この黄色の目印ザ・バイパーマレーで今回海ゲーに挑んでくるといった流れになっております。はい。エコノミーだと全く読めないのは申し訳ない。文字拡大表記でなんとか頑張っていただきたい。よろしくお願いします。さあチームごとの島についてはある程度の、資源配置についてはほとんど変わらないといえば変わらないのかもしれないけどちょっとした違いはあります。例えばですね、初期配置のところのこのイノとかとは別でお互いのところの間ですね、ここになんとイノが余計に 2,3 匹ぐらいいるんですね。まあですので、追加でイノシシをまあ1匹2匹ぐらいは食えてしまうんですよ。なかなか面白い進化ができるというところになります。まあ石膏を使って引いてもよし、まあ例えばこのリックス緑からすればこの距離だったらまあ旗折り入れれば引ける距離にありますからね。でこれについては領主以降も進化をする上での大事な食料源になってくる可能性もありますからこの辺はお見逃しなくといったところでございます。はい。さあ海ゲーありがとうございます。チームごとの島のセオリーという点につきましてはそれこそ今回、拡張版でこの海ゲーをやるっていうのはなかなかどうしてそんなにまだ回数が少ないんでねセオリーが何ともわからない。昔は確かに領主船というところで領主船の、まあ、港建造からのガレー船の衝突が当たり前だったというところありますがまずは進化手順のところから確認をしていきましょう。 SY ミスター用の視点で今、見ております。再生速度は完全にスローリーな感じでお届けしております。まだ僕はちょっと、舌が回っていないというところでちょっとスローリー再生のスタートにしています。まずここまではほとんどアラビアと一緒ですね。キコリ4人の羊6人のイノシシを引くというところまでは一緒。そしてちょっと違ってくるのがここ、まずキコリを5人にしていくからの、木が、150に差し掛かろうかというところのタイミングをうまく見計らって、港の建造がバシッと資源が今溜まりましたね。見事に決まりましたね。港の建造が始まるという感じでございます。はい。ちなみに 5.8 ではこのイタリア漁船のコストが64になってはおりますがこのバージョンではイタリアの漁船の生産コストは60のまんまですね。はい。そういうことです。粉引きの代わりに港になるという流れになります。さあ漁船は生産されていくといった流れの中でこちらイノシシも食っていく。で木こりは、どうやらこの用に関しては、5人で固定というふうにしておるようですね。うん。まあイタリアだと漁船、安いのでこれで回るという流れでしょうか。こっちの方のマリリックスですね、こっちの方も木こり5人でやってますね。バイパーも5人、まあほぼほぼやっぱりこれがギリギリの人数というところなんでしょう。でこれで、肉をひたすら、最初に回収しまくりつつの予選も止めないでやりつつの本当にギリギリですね。本当にギリギリで回します。さあここでまずスラム旗折りをしますね。さあここからいけるか、超ギリギリのようにも見えるが旗折りが終わった直後の食料が430、432、483、なんか一瞬たまったイタリアなんで425で押せたというところですね。はい。進化コストが安いというイタリア、この辺は、ボーナスが遺憾なく発揮される非常に強い文明ですね。ただこの後の木の回収はやはり難しいまんまなのでね、ここからまずは伐採所の木すらままならないというところからやっていく流れになってきます。重ね申し上げますが今回のバージョンだと火炎船が、漁船に与えるダメージがまだ高いまんまなので、はい、おっしゃる通り漁船の管理は今後、軍船紛れになる中では難しくなっていくという流れになってきます。はい。まあ海ゲーだとやっぱりこの辺はイタリアが強いですね。さあこちらご注目ください、緑リックス。さあ暗黒から輸送船ですね。オリジナル版では暗黒では輸送船は生産できませんでした。拡張版で輸送船は暗黒から作れるようになりました。それを生かしていきなりお船を浮かべて大特攻だ。さあ向かっている先
なんと世界最強プレイヤーザ・バイパーの陣地に向かって突入となっていくか、さあザ・バイパーこれに気づけるかというか、もう最初から警戒している、さすが世界の最強ザ・バイパー。さあザ・バイパーは警戒をしつつも海ゲーで対応していこうかといった流れですね。今港に、2個目を増設という流れになってます。さあ、定番の海ゲーがここから展開していくかの流れですね。さあバイパー気づけるか、バイパー気づけるか、この微妙な感じが気づけない、微妙な感じが漁師の石膏になってるんでね、視界も広いんですけどね、これ足の速さがあだになってるでしょうか。どんどん離されていく輸送船と石膏のこの距離ですね。さあ離れていった、離れていった、残念ながら気づけないままビックス上陸行ってしまったザ・バイパーの石膏、これはどうなることやらですね。さあこちらの一番最初に進化したスラムが、おっとここで火炎ガレー船の視界が狭かったか、目の前にあった洋の漁船を見つけられなかった。進化が一番早かっただけに、これは微妙ながら手痛いミス。さあそれよりも先に着弾を始めそうなのが洋の青のこちらの火炎ガレー船ですね。さあこれは襲っていけるかどうかという流れです。さあどうなっていくか、まずは普通に衝突していくところからのスタートになりますかね。さあまずはヨウが、火炎ガレー船2国受けになりますね。ここの展開はヨウがまず厳しい展開になっていく、漁船は逃がしていくしかない。さあ火炎ガレー船もとりあえずは接触はしてるけど、まあ無理はしないといった流れですね。ヨウの今の港の感じでいくと、火炎ガレー船、火炎ガレー船生産をし続けていく流れですね。はい、さあ気になる緑のここリックス、まず馬小屋建造、馬小屋建造からの石膏、石膏が今走っているところですね。さあ石膏2匹でザ・バイパーの初期石膏を食ったというところから、まずこちら来たザ・バイパーのスーパーミニマムウォール来ました、来ました。戦士小屋即建造からの対応で、まあ、走っていく流れになりますね。ザ・バイパーもこれにはたまらず、まず海をスラムに任せていくような流れになるでしょうか。さあ前哨も立てて警戒心抜群ですね。まあさすがにここまで来て対面で、このリックスの軍船を見かけてないという点で、もうほとんどまあ陸戦上陸で襲ってくるというところはさすがにまあもうわかるでしょうといった流れですかね。はい、さあとりあえず石膏からのスタートでひたすら荒らしていく感じですね。まあやはり軍船スタートになると、普通に考えれば戦士小屋というのがいきなりは自陣には出てこないですからね。まあまずは石膏スタートで荒らしにかかるというのは正解ルートでしょう。さあその後で続けるは射手育成所、弓の生産で、やりたい時からのさらに石膏を生かす展開になってきますね。それに対して、バイパーが陸戦対応でいく感じでしょうか。まずは小屋増設を優先ですね。まあ塔を絡めないで、まずは、ひたすら兵を貯めていくというところですね。この辺はマリの木のコストが安いというボーナスが非常に生きるでしょう。小屋をいくら建造してもそこまでこう内政にはまあダメージ痛くないというところは非常に大きいですね。さあこちら気になる洋の軍船の状況ですが、まあ漁船がギリギリまだ2匹生き残ってはいるという流れ。火炎ガレー船は今スラムと追っかけっこをしながらの、まあちょっとスラムも最初ちょっと対応していましたから、まあこの辺は荒らされ具合、荒らし具合という意味ではトントンでしょうかね。はい、さあとにかく気になるのはここですね。リックスの緑、石膏からの弓も加わって、さあこのちっちゃい囲いの外から弓の蓄積、おっと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 、ホールが開いていた。バイパーまさかのホール、石膏が入り込んでくる、これはやばい。さあ農民が1匹食われた、ここはきつい、いきなりこの展開はきついぞザ・バイパー。
さあ弓と石膏がバイパーに襲いかかるが、ここは一旦引きの展開。さあリックスはすでに鉄工所で矢羽根も入れている。バイパーはまだ鉄工所、今矢羽根の更新をし始めているところですが、兵の分量がまだまだ足らないか。バイパー内政の状況は今こんな感じでございます。非常にカツカツの展開でやっておりますね、はい、やっぱ急な対応というところできつかったんでしょうか。うん、弓の数がたまらないとこの辺特に石膏の対応が厳しくなってくるか、まあ、槍がうまく活かせればいいんですけどね。さあここで、リックスが砲を仕掛けてきましたね。ここについてのバイパーの対応はまずは逃亡ですね。まずは逃亡、軍がたまらないうちは厳しいという判断でしょうか。ひたすら車種の建造しながらというところですが、まあ、逆にこれやりながら火炎線の方もねケアしているというところを見逃してはいけない。非常に必死でございます。今リックスの方は石膏も鎧が1入ってますね。今1入ってますので、まあ、バイパーの弓もちょっとこれは厳しいか。さあ一旦引かざるを得なくなってしまった。さあここの塔が立ってしまったのは非常に辛いか。ここの石がまず抑え込まれた。で伐採所も1個取られてしまった。ここに伐採所あるにはありますが、城主以降のことを考えるとこれ以上の伐採を展開しようと思ったらこの下の方行くしかないですからね。いやもうここが一つ、バイパーにとってのデッドラインになるというところでしょうかね。ここですね、この縦の線ですね、これを突破されないように気をつけていきたいですね、はい。さあバイパーは軍船がもう対応しきれない、そんな中で用がフルで回線やっていますからね、ここで襲いかかっていくのはちょっと厳しい展開になってくるか。さあそう言っている間にこっちリックス、塔を立てたところでバイパーのケアは大丈夫だろうというところで次なる相手をスラムに当ててますね。さあただスラムはすでに城主進化始まっているといった流れか。このまま行けば、スラム馬小屋からの城主騎士でさあこの、リックス対応できるかといったところですね、はい。現在の進化状況についてはまずあとは用もイタリアの安い進化コストボーナスを生かして、やっていく流れになっておりますかね、はい。あと気になるといえば今リックスも城主推し入れましたね。非常に強い。気がつけばここにあったイノシシは全て食い切ってをですねここに粉引きを増設して食うあたり、やはりこれはもうマリの文明ボーナスの特性をもうフルに生かした非常に素晴らしい作戦だったと言えるでしょう。さあガチで弓と石膏を回しつつひたすらこの陸地でリックスが、シークレット陣を制圧中だという流れ。さあそろそろ上州院になりますね。上州院までちょっと回します。さあ上州院になりました。上州院になってからの流れですが、さあまず陽が、このまま軍戦継続ですね。軍戦継続火炎ガレー戦からの、こちら大型ガレー戦の研究をしております。大型ガレー戦の研究をすると火炎ガレー戦は自動的にそのまま火炎戦にアップグレードしていきます。はい、このマップどっちがピックしたか、ごめんなさい僕はちょっと覚えてなかった、すいません失礼しました。さて、どこまで来た、どこまで来た、来ました、ここですね。スラム赤の騎士がまずまだ進化していない、まだ進化していないリックスのところの陣に襲いかかる。さあリックスは今城主の進化目前というところに向けて、馬小屋の増設準備をしているといったところですね。さあ馬小屋を増やして城主は本気馬といった流れになってしょうか。まず農民が1個食われてしまう。さあもう1個の農民で建造が間に合うか。バイパーの弓が襲いかかる。さあ間に合うか間に合うか、99倍ゼロ、おおギリギリ、わお危なかったですね。さあ今リックスが、敵陣に馬小屋3つと車種小屋2つ放り込んでもう完全にガチの陸戦態勢を整えたというところですね、はい。さあここまで来るともうラクダを使えるマリは非常に強いですね、うん。内政ボーナスも生かしラクダも使えてこれで2国封殺できるんだったらもう正直楽といえば楽ですね。まあこの陽からすればすごい楽
さあ陽の方はというともう、完全にスラムが、回線を捨てましたかね、捨てたような格好になったので、もう陽が完全に火炎線で、まあ、海を制圧しきってしまってるといった感覚になっております。はい、なのでバイパーがまずここをですね、特に陸戦の方を集中して守らないといけない流れになってきた。まあ農民数的には陽以外は平行線という感じになっておりますので、このリックスさえ止めればどうにかなるんじゃないかっていうとこですよね。そうです、反撃ができればいいんですけど、まだここまでバイパーがまともな軍を整えていない。この時点で軍隊が7しかないんですね。さあまずバイパーが城主インしてから、まずここに町の中心を建造だ。ここを建造できないと石が確保できないですから、もうかなりここ大事ですね。最初に申し上げたこの縦のラインの生命線を、まあ一つ防御力を高めるための町の中心という建造になってくるが、それよりも先にさあリックスの石海襲いかかる、ラクダも襲いかかる。ここにスラムが対応できるか、対応できない。まだここに騎士がいる。さあここでリックスの石海が襲いかかる、ラクダで襲いかかる。立てられない。 64%、 これはきつい、これはきつい。バイパーさあ石海の研究こそしているが、これはきつい、これはきつい。さあリックスのところにたまらずスラムがまず応戦しに来てくれましたが、ラクダ相手はきつい。やっぱここでマリがラクダ使えるという点は非常に大きいですね、非常に大きい。さあ騎士も何のそうだ1人で2国相手にこの封殺具合だ、これはあまりにもでかい、これはあまりにもでかい。バイパーが未だに内政は拡大しきれていない。ちなみにスラムはそもそも町の中心、今2個目の建造は始まりましたが、序盤の騎士の、生産を優先したという流れでしょうね。内政拡大はまだちょっと遅れている感じですね。ミニマップのこちら赤い点が今 SY の陣にあったのは、これは輸送船で運んだという流れですね。一応生きていたっちゃ生きていたというところではありますが、はい、かいくぐって流れたという流れです。はい、さあバイパーがまだ町の中心を建造できない。さあここの木もどんどん枯れ果てていってしまっている。バイパーの農民数こちら現在49人、陽の68人と比較すると20人以上の差だ。ちなみに陽は、農民以外にも制圧してしまった海を広々と使って漁船をなんとフル回転ですね、現在の時点で漁船合わせて90、およそ90の農民と考えると、すでにバイパーとほぼ倍の差の内政がついてしまっているといったところで、陽がなんとここで帝王押しです。こんだけ今バイパーが対応苦戦していて、見張り台やら何やらをしているところで、なんともう陽が帝王押し、これはとんでもない展開だ。さあ SI の術中にシークレットハマってしまうのか。これに負けると、シークレットまさかの1回戦敗退になってしまいます。石海、騎士、この連携に未だ太刀打ちできていないシークレット側ですね。騎士が思うようにたまらないスラム、そしてバイパーも兵がうまくたまらない。内政地がね、やっぱこの圧迫されてしまってるっていうのはでかいですね。やっぱ地味にこの塔がまだ一本生きているっていうのもでかいですね。うん、とりあえず細かいところうまいことこう投石を壊しながらという作業こそはしていますが、うん、できればこの塔を壊してバイパーの内政できるところを増やしてあげたかったかなといった感じもしますが、なんとも言えない。さあそんなところでここ陽の輸送船始まりました。そして、歩兵の防御鎧ただいま研究中、もうすぐ帝王院、文明はイタリア、何をするか皆様ぜひ簡単な予想です、予想してください。さあ上陸待ったなし、上陸待ったなし、上陸し始めた。戦士小屋の建造だ。さあもうすぐ帝王院、えらいこっちゃ。陸地の方は未だにリックスの兵の対応に追われている。実はこれね、リックス石海をまだこれほとんど追加生産しないんですよね。まあ車種小屋も壊れてるっていうのもあるんですけど、これ石海がずっと生きてるっていうのがかなりでかいですね。なのでずっとこれラクダとか騎士で、壁にしながら石海を生かし続けているっていうところはめちゃくちゃでかかったですね。
さあこの流れのまんまで来ました、コンドッティエレ、コンドッティエレが来た、たまらずスラム、まずは石壁でギリギリのところでまずコンドッティエレの侵入を塞ぐ。しかしここで大打ちをかけるに用が城の建造。さあどうする、スラムとは言ってもこっちの方も相手しないことにはどうしようもない。というかそもそも内政の拡大が追いついていないか、騎士の生産に追われてしまっているといったところで、おっと1個穴が開いてしまった。ここにあった家が壊されてそのままコンドッティエレが突っ込んできた。コンドッティエレの大軍が襲ってくる。これはたまらない。さあ陽の人口ただいま142、漁船を生かした肉の回収が非常に生きている感じですね。で肉を生産したそばからあっという間の生産速度で出てくるコンドッティエレ、この流れは正直海のイタリア帝王最強の布陣の一つだ。コンドッティエレ現在のステータスがこちら、防御力はもうフルマックスですね。ヒットポイントがすでに最初から80あるのがきついですね。この流れどう対応していけるかという流れですが、対応するまでもないか、もうほとんどもうゴリ押し状態だ、完全にゴリ押し状態。さあ騎士でも厳しい展開になってきております。あとは選手小屋のテクノロジー放火のおかげでコンドッティエレでも建物破壊難度お手物と言ってるそばから抜け目なく、こっち側からも白寄せですよ、白寄せ。まだ1個目の街の中心が破壊しきれていないのにすでにこっちに寄っていたというこの手際の良さですね。早すぎる、すでにスラムの陣地のもう2個目3個目と街の中心を制圧しているこの流れ、たまらんたまらん。気がつけば GG まで入ってしまったよと、このいった流れですね。最終マップを確認するともうシークレット陣に SY の軍がもう半分を占めている。これはもうたまらん展開でしたね、たまらん展開でした。あっという間のこの勝負と相なってしまいました。なんと恐ろしいこの展開だったか、いやーやばかったですね。はい、というわけでメインスライドに戻ります、戻ります、戻ります。どこだメインスライド、はい戻ってきました。くぅ暑いですね、暑い。本当にやっぱり拡張版ならではっていう展開だったかなと思いますね。うん、まあ上陸察知できなかったというところもぜひ、ここはどうなんでしょうね、やっぱ再警戒していたバイパーでしたが、うん、本当に微妙なタイミング合わなかったというだけっていうのもあるかもしれない。うん、いやーでも文明の相性も非常に良かったのかなとは僕は思いますね。うん、やっぱりこのマリとイタリアのコンビでマリが上陸する、イタリアがまあ海で攻めて、まあ、手をかっちりかっさらっていく、もう完璧なこれ以上ない流れだったかなとは思います。うん、これ真似してみたいってもうこれは思える一つの試合展開だったと思います。非常に素晴らしいプレイングでした。 SY 見事シークレット撃破でしたね。はい、ありがとうございました。さあ2本目いきましょう。さあちょっとゆったり再生しすぎたせいで46分、残り46分しかない、やばいな。いきましょう、準決勝、SYVS スオミフィンランドのチームですね。まあ、また SY 回ってなりますが、まあ、やっぱり SY が今回接近したかなというのはありますからね。はい、第1試合目サハラというマップをご紹介したいと思います。こちら、準決勝なので、まあ、最大5試合まあ、やる可能性があるというこの展開でご紹介をさせていただこうかという流れでいきますよ、よろしくお願いします。さあちょっとリプレイ再生準備しますのでお待ちください。よ、こちらでございます。第1試合目 SYVS スオミですね、いきます。おっとこれも消さないとか。さあレッツゴー。はい、始まりましたよと。こちらがサハラですね。文明については毎度おなじみのこちらで、ご確認いただきましょうか。一応ご紹介します。上側が SY です。下側がフィンランドスオミですね。はい、青が SY ヨーマヤですね。こちら緑リックスフランク、下側フィンランドスオミのオレンジザマックス、ブリトン、こちら赤ズッピ、
フランクですね。さあフランク同士でまず被っているこの流れ、さあマヤかブリトンかというこの流れになっております。で、一応サハラのマップの特色ですが、ご紹介しておきましょう。基本的にはほとんどアラビアです。あの資源配置とかにつきましてもほとんどもうアラビアそのものです。ただ違うのが真ん中ですね。今真ん中を映しておりますが、ご覧ください、この完全に枯れ果てたマップですね。全然ないんですよ、全く何もない。 BGM が鳴ってなかった。 BGM 鳴らします。で、自陣の方の木は逆に結構分厚いんですね。分厚いので例えばここ、オレンジのザマックスなんかはもう分厚い木を生かせば非常に囲いもしやすい感じですね。この横に細長い木とかもあったりしますから非常に囲いが容易ですね。はい。であとはこういう外側のところにちょいちょいとした金も潜んでいる確率がかなり高い、まあそういったマップになっております。本当にサハラというにはふさわしいそういうマップ形状になっております。まあですので序盤の囲いをしつつ、まあ後半ですね、まあ容易に攻めていける感じになってきますからね、その辺の流れをうまくしのいでいけるかという展開になってきます。はい。というわけでご紹介させていただきましょう。さあ、まず全然お話ししていませんでしたが、まずこれヨウが、対面ザマックスのイノをパクったんですけど、逆にこちらザマックスがイノをパクり返しているという、まずこの流れの展開ですね。さあパクってパクり返してという展開で、トータルでプラマイゼロの展開に今なっていたという状況ですね。はい。もう紹介するまでもなく最初から争いをするんだって、これが超上級同士のプレイヤーの争いなのか、恐ろしい。さあ視界を背負いしつつ SYO ですね、内政を組み立てているところですが、果たして戦術はという流れでございます。はい。全員安定した感じで内政を組んでいるこの展開でございます。特に今のところ問題はございません。さあここでまずザマックス選手越えの建造をスタートしましたねと思ったら、もうすでに対面のヨウも建造終了済みですね。ここから予想される戦術は皆様おなじみ、さあ旗が立っていますね、民兵ですね。来ますね民兵。さあここオレンジと青で民兵対決が絶賛展開される予定となっております。かたやこっちのフランク側同士はそれぞれ、9分台の領主院からの、まあ、流れとしてはフランクでしょうし、おそらく石膏スタートというところでしょうか。さあこちらまず陽の民兵が突っ込んでくる、そしてこっちザマックスの民兵も突っ込んでくる。まあ正直民兵はまあ結構農民を狩るっていうところを一つのまあ着眼点に当ててる人もいるかもしれませんが、まあそれよりも大事なのはこの民兵をおとりにして、まあやはり囲いの早期成立っていうところですね。ここができればもう十分なんですよね、やっぱり。まあその間にゆっくり領主進化しても、まあ囲いを間に合わせて内政を強くして早い城主進化というのを目指していくっていうのが、まあ民兵の本来の戦闘スタイルなのかなと思ってます。まあですので例えばここで今、初期石膏やら民兵やら何やらで殴り合いを起こしてわー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 やっておりますが、最終的に残ったのは陽の民兵1匹だけで、その間に囲い自体はまあほぼ成立しているというこの流れでございますね。はい。まあこれが基本的な流れになります。まあ正直見ている側としてはあの農民との接触もないので微妙かなとは思いますが、はい、まあそういうものだというふうに思ってください。さあ逆側の方の石膏対決の方はいかがなものかと思います。いかがでしょうかと。はい。こっちもまあほとんど、囲いからのスタートという流れになってくるでしょうか。槍も構えつつ、まあちょっとここは地味な展開になりつつありますかね。地味な展開ですね。石膏ここに4溜まってはいるんですけど、まあなかなか前に行かない、囲いを成立させることをまず優先している、このこれこれこのスーパーパッパッパと今囲ったこの流れも含めてですね。はい。今ザマックスの、視点でお届けしております、領主院からの鉄工所からの、こっちに、車種育成所、こちら資源量も見ておそらくというかもう確実に
即上主石由美ですね。対して対面の陽の方は石掘っております。これはもうほぼ確実のあれですね、あれですね、はい、即羽由美ですね。まあ、なのでこれ即石由美対即羽由美のこの対決になってきます。はい、うん、まあどうなんでしょうね。結局この辺の流れは、石膏による、うん、被害を防ぐという意味の全囲いよりもこっちでしょうね。こっちの射手系の方の流れを止められなかったらもうおじゃになりますからね。それ用の全囲いになっているのかなと思います。はい、まあその石膏してしまうとね、どうしても領主院、あ、上主院ですね、上主院は19分20分とかになってしまいますから、その上主院の進化が遅れれば遅れるほどに、流れてきた強力な上司の弓を領主兵で対応はし、もう本当にしづらいと思いますから、その辺の考えなんじゃないでしょうか。さあ、絵的には大変地味ではございますが、さあまず先手を仕掛けるのはこちらですね。当然ながら石弓の方が着弾は早い、ブリトンなのにも相まって非常に高速展開ですね。17分10秒での上手印からの、石弓からの、こちらまず矢尻は研究しない流れで行ってますね。矢尻なしでもブリトン射程が伸びますから、この辺は、理にかなった戦法と言えますね。ノコギリのテクノロジーを優先した流れになっております。さあこの石弓が着弾するまでにまだ要は城すら立たないという展開ですね。まあですのでやっぱりアドバンテージ的にはこの辺は石弓側の方が有利になってくるでしょうか。さあ狙うはこちら、リックスのこの柵でしか閉じられてない、ここの陣をどううまく突破するかというところですが、さあ19分台でリックスも上手印してきますね。これはかなり早い上手印になりました。さあここで馬小屋3つ、馬小屋3つ、そして鎧も2段階目研究、ちなみにズッピも研究。さあこれは本気騎士ですね。本気騎士でこのリックスの石弓に対応していこうかという展開ですね。対してこちら、対面側のズッピの方は即町の中心2つ建造ですね。内政展開を優先したズッピに比べて、こっちの緑側のリックスの方は騎士を優先した流れですね。まあここで優先しないとね、まだここで羽弓が来ないですからね。羽弓の応援が来るまでにやられかねないですから、ここはまあリックスとしては騎士の生産を優先せざるを得なかったという流れかもしれないですね。まあそういう意味では何でしょうね、こちらの、下側のスオミ側ですね、ブリトンを選択してきたという理由の一つは、一つこの時間帯ただ一つにあるんでしょうね。はい、というわけでまずはグイ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 押しているのは、フィンランドスオミ側になってきましたね。騎士の量はだいぶ溜まっております。今現在ここで比較しましょうか。ズッピが軍隊7に対して、リックスが13、騎士の量で言えば今リックスが完全に有利。ただ農民数だけで、農民数も絡めるとこれはうん、先々の展開がどうなるかという流れですね。さあここに拠点を一つ作って、ズッピがどうしようかどうしようかというところですが、ここ一人で行った、一人で行ったと思ったらヨウも追いかけてきた。さあこれは食い切りたい、本気騎士で回している以上はまずリックスが食い切りたい。今こちらリックス、繁殖および鍛造の研究も済ませて、まあとにかく騎士に、資源を注ぎ込みまくりですね。はい、注ぎ込みまくり、噛んだ噛んだ。ズッピの方は、まだ鎧2段階止まりですね。リックスの方はキャンセルしたな、さっきアップグレードしたように見えたんですけどね。はい、失礼しました。さあひたすら、騎士の方に資源を注いでいるのはリックスの方。さあズッピは自陣で温め直すこの展開ですね。さあこのズッピがこのまま突破されるかどうか、際どい展開になってきましたが、この資源やりくり状況ですね、すべての資源量が200以下、カツカツのこの展開で非常に素晴らしい展開ですね。さあまずはここ正面突破を図ってやっていく流れですね。基本的にやっぱりこの辺は、2国で連携をして、正面突破を図って一気にもう根こそぎもぎ取っていく流れが、まあ、この試合に限った話はないですがよく見受けられましたね。これが2対2の一つのこう見どころだったかなと思います。さあこれはおそらく
中に石弓がいたのが見えたのですかさずこっちに切り替えたといった流れでしょうね。さあ切り替えた先で、まず車種小屋の破壊からスタートしているところですね。まあ、内政に嵐にはいけないと最初から分かっていたでしょうか。さあまずは車種小屋の破壊から懸命にやっている SY 側ですね。これで羽生の軍がね有利に立てばいいんですけどねといったところで、おっと陽がなんとここで32分30秒での低音イン、32分30秒の低音イン、あまりに早い、あまりに早い上にここで白、おっともう喋る内容が追いついてこないぞ。ザマックスが今ズッピに貢ぎましたね。なんとこの展開で貢ぎ、守ろうと思えば守れたんじゃないかというこの展開で、なんとザマックス帝王院を捨てて貢ぎに入りました。今回の大会のルールについては貢ぎに関しても制約がありますので、手数料 40% の貢ぎになります。なのでだいぶこれは不利を被る格好になりますが、さあズッピが守れるか。ズッピが今一応帝王押し入ってはおりますが、当然ながら帝王に入ってからじゃないと貢ぎの効果は真には現れないでしょう。さあそれまでに突破されないか心配ではありますが、さあビックスの騎士、そして陽の羽生が襲いかかる。さあ馬小屋が削られてしまっては、せっかく見つがれた資源も台無しだ。さあ後ろで建造を必死にやっているところですが、後ろの嵐も抜け目ない。リックス金が削られていく。非常に厳しい展開、たまらずザマックスも応援には来るが、分量現在のところでは SY 側やや有利か。こっち側の方では陽もちょい荒らしますね。すでに低音に入ってコテも入っている。遠投もかましてくる。さあザマックスの方はこれは一つ内政突破されてしまうか。さあ遅れてズッピが低音イン、遅れてって言っても33分台ですからね、めちゃめちゃ早いですよ。まあ貢ぎが失敗するかどうか、点数差自体は今、フィンランド側の方が有利になってますね。まあこれは農民の拡大差がまだ影響してるでしょうか。さあこっち、騎士の動きご覧ください。こっちでやりながらこっちも行っている流れですね。さあ内政拡大が遅れていたリックスにズッピの騎士が襲いかかる。さあ今ここで鎧の3段階目が入った。そして銃騎士の研究ももう間もなく終了。ここで鎧3段階付きの銃騎士が、まだ内政もまともに拡大整っていないリックスに刺さるのはちょっとでかいですね。これは城主騎士で止められないとだいぶでかいんですが、止めるにも一苦労だと。さあその代わりといってはなんですが、なんとかこっちは抑え込めてるか。おっとこっちもこっちで厳しい展開だ。さあ科学は一応入っている SY 陽の羽読みですが、ものともせずに銃騎士が襲いかかっていく、このギリギリな展開。さあ思ったよりも貢ぎがうまく回転しているか。さあここでおそらく気づいたでしょう。おそらく陽がこれは貢いでいるなという風な流れ気づいたでしょう。たまらず、長槍鎧の研究入りましたね。いやこの流れですね、勝負感読み取ってきた陽は非常に熱いですね。ここで槍を準備しなかったらおそらく一瞬にして全てが消し飛んでいた可能性ありますね。ここは展開が早かったですね。さあ選手小屋の乱立から、矛の準備構えていく流れですが、さあズッピが、この駅士の研究始めていますね。41分研究終了予定。さあそれまでにどういう展開になってしまうのか。さあリックスの方が内政がまあやられてしまって、この時点で農民55人はだいぶ痛手だ痛手。ザマックスはかなりやられていたように見えるんですけど、ブリトンの町の中心が安いボーナスを生かしていたんでしょうかね。まだしぶとく生きて農民も87、88とまだ伸ばし続けているといった流れですね。さあ今現在でズッピの銃騎士の数が55、たまらん数ですね。これはリックスたまらんか、これはたまらんか、たまらずこれはもう陽も含めて応援に行かざるを得ないといったところ。さあここ羽読みをうまく仕事したい、うまく仕事してズッピの陣地を荒らしたいといったところが踏み込めない。理由はズバリここ、今アップグレードが済んだこの駅地ですね。この駅地になれば射程防御が7まで上がりますから、羽読みといえども
ダメージは2しか食らわない非常にきついこの展開。さあ羽生もうかつに飛び込めないが、しかしそれでも勇気を持って飛び込むしかないのか。さあ荒らしに行く場所はどこだどこだと探りながら突っ込んでいるようですが、それを捕まえに行く。さあズッピのこの騎士が陽に襲いかかる。貢ぎ騎士です、貢ぎ騎士です。これは食われるでしょう。さあ行き場がなくなってしまうのかよう。しかし続いている軍がここにあるんですね。この辺は本当に早いですね。城を組み立てて一気に何だろう、新たな拠点を作っていくっていう考えに至ってはもう本当要は非常に早い。さっきの海ゲーでもそうでしたが、この辺の次へ次への流れは非常に早いですね。まあそうはさせまいと、ここズッピー遠投いきなり2個構えてからのここですね。かなり大胆ですねこの辺は。まあこれは結構理にかなってますよ、もう本当に。まああとフランカスロは正直もう間に合わせで何度か矛対策っていうノリなんでしょうけど、基本的にはやっぱ城の矢を使ってこの遠投を守りつつ城を破壊するという目的だけに、まあこの布陣を組んでいるんですよね。ここですね、うん、この流れは非常にやっぱ大事ですね。とりわけフランクは城が安いので、これはかなりフランクの定番戦術の一つと言えるでしょう。ただここは陽の防衛が間に合ってきた。逆にカウンターを仕掛けているのがこの陽の羽読み。さあ続けてホコも行けるかという流れですね。さあリックスの方は内政拡大がさらに落ち込んでしまっている流れですね。全然喋っている間にどん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 根こそぎ農民が駆られてしまっていた。38、41農民数ですね、非常に少なくなってしまった。この駅士も追っかけられて散々な格好になってしまっている。さあここでズッピがここのカウンターもまだままならない間にリックスにとどめを刺そうかというこの城。さあここにバレ、おっと、わお、ここでこの操作ができるか。さすがフィンランドの英雄ズッピ、とんでもない操作を見せつけてきました。こんな細かい操作やってられっかね本当に。さあ羽生が来なければこの城が立ってしまう。この農民4人の派遣だけでも建造が間に合ってしまうという点は非常にでかいですね。こういう攻め方は本当に素晴らしいと思います。さあ立ってしまったリックスの7金だったと思いますが、これを制圧されてしまうのはまあ先を見据えれば非常に痛いのは日を見るや明らか。さあこちらこの駅士、大軍がまとまって陽の軍隊を襲いかかる。さあこの流れがずっと続いていますね。陽はうまいこと動けているようで動けていない。まあ個人的にはここ遠投の数が少し足らなかったかなといったところですね。遠投をあともう 2,3 台増やせれば、もっと進軍速度は速くできたのかなとは思いますが、何分この城の破壊にやっぱどうしても手間取ってしまったという印象がありますね。まあそれよりもこのズッピのこの騎士の抱え方がすごいですね。延々とこれ騎士を抱えてこの数をキープして、まあ一人でこのマヤの軍勢に立ち向かっているというこの流れですね。今のでこれ城が残るんですね。これで城が残る、えぐい。まあ実はこの後ろの遠投がこっちの城殴ってないんですね。だから今のでしかもあのお菓子から撃ってる遠投なので、まあちょっとこの辺は陽のミスだったかなと思いますが、はい。いやこの城をちょっとね壊せなかったのは非常に痛かったのかなとは思います。お菓子から撃ってってのがねちょっとこれもったいなかったですね、はい。さあ倉庫行ってる間に、ちょっと温まってきたら食われる、ちょっと温まってきたら食われるを延々と繰り返されてしまっているリックス。復帰がいつまで経ってもままならない、苦しい苦しい展開になってきてしまっているか。倉庫しているうちにザマックス帝王推しですね。さあ貢いでいたザマックスの方が白じゃなかった、帝王進化が早いというのは気になるところ。そしてご覧ください、こちらガードタワーの研究。さあブリトンの隠れた戦術防御塔ラッシュ、まさか組み込んでくるかという流れ。
見届けられるでしょうか。さあ軍隊こそキーパーしている人口200を常にキープしながらズッピにプレッシャーをかけてはいるんですが、このズッピの粉液師の動き方がね非常にまたこれエグいんですね。ずっとこう、弱っているリックスを延々と、まあ、叩き込んで復活をさせないんですね。いやーこれがきつい、非常にきつい、苦しい展開をずっと強いられている SY 側ですね。さあここ切り込んでいるマヤの羽弓、これも結局やっぱこの駅士にどうしても返されてしまう。いやーこうやって見るとやっぱねこの駅士が輝ける時代は非常に長いって考えるとやっぱり強いですね。まあこれがやっぱりフランクが選ばれ続けたおって意味でしたが、ここで GG がかかってしまった。まあ折られた心は、まあ、ザマックスの帝王委員だったでしょうか。うん、やっぱずっとやっぱこう一国で攻め続けたのに結局このズッピを落としきれなかった、なのにザマックスが帝王入ってしまった、となればこの現実はやっぱりちょっと苦しかったでしょうかね。この展開でした。いやー意外な展開といえば意外な展開だったのかもしれない、全くやっぱ見慣れない展開だったかなとは思いますね。はい、矛の用意がね非常に難しかったかなとは思います。はい、まあそんなわけでさっと一応振り返りますけど、まあ本当にね、なんだろう、プランニングの微妙な違いはありましたよね。あの SY の緑の方のリックス側は本気騎士をやった、対してズッピ側はまあぬくりの騎士を選択したというこの流れですよ。本当にこの微妙な戦術の差の違いだけで起きた、まあ、見応えのある展開だったというところでございますね。まあ貢ぎに関しては、まあ、このフィンランド勢に関してはこの2対2に限った話じゃないんですけど、結構なんだろう、彼らにとっては当たり前のようにやってる戦術の一つだったようには、まあ、見えましたね。ただ今回の展開のようなその城主で微妙に押し切られそうなところからのあの展開の貢ぎっていうのは、まあ、僕はこの大会通じて、まあ、そんなに見たことなかったんで、しかもこれがハマったっていうパターンは、いやすごかったですね。非常に見応えがありました。一応下に最後につけている一文、 SY の敗戦は、まあ、実はこれだけだったんですね。これ以外は全部勝ってます。いやでもこれは本当にねフィンランド側の方の見応えバッチリな素晴らしい試合展開でした。うん、これはそう見お見事でしたね。はい、底羽弓を守るための本気騎士、だからやっぱりちょっと、文明の選択っていう時点でそのブリトン・フランクっていう選択をしたフィンランド側の方が、まあ、有利だったのかなっていう気がしなくもないですね。はい、まあ、そんな感じの内容でございました。はい、さて、ラスト3試合目20分で終わるかな。こちら決勝ですね、 SYVS フランティック、この2チームが決勝残ったという流れ、実は中国チーム同士の対決なんですね。層が厚いですわ、こんちくしょい。さあ第3試合目、ご紹介ですね。セレンゲティというマップですね。先の2試合を、もう SY が2本取ってしまってストレートで3本いけるかという流れですね。さっきちょろっとネタバレをしちゃったので、展開こそあれですけど、勝敗は残念ながら見えてしまっているかもしれませんが、この試合をご紹介最後させていただきたいというところでご紹介します。ちょっと準備しますのでお待ちくださいな。よっこいしょよっこいしょよっこいしょ、ちょっと準備に時間がかかります。ここがねどうしても準備に時間がかかるのがね申し訳ないね。もう放送時間は押してるんだけどね。よっこいしょ。なんだっけ、グランドファイナルの第3試合目、フランティック VSSY、レッツゴー。あと20分駆け抜けますよ。さあこちらです、こちらです。まずマップを変えます。はい、これです。はい、セレンゲティというマップですね。まず文明の配置サクッと、上側青がヨウですね、エチオピア、はい、右側の方リックス、インド、下の方ですねフランティック、同じく中国チームでございますティム、同じくこちらエチオピア、黄色、こちらがシエル、マジャールですね。この対決となっております。セレンゲティというマップにつきましては、まず森が特徴的なんですね。見てください、このちょっとこうハゲハゲとしたマップ、
ハゲハゲしてますね。間間がこうスカスカなんですね。ただこれ1本の木の量をご覧ください。150なんですね。150なので、木がなかなかこれ枯れないんですね。このなんだバオバブの木っていうのについては倍の200あるんですね。はい、非常に木が、まあ、見た目以上にあるという感じですね。立ち木で150ありますからね。立ち木消されると結構痛いかもしれないですね。で、あと初期のこの金と石の量がちょっと少ないんですね。あとイチゴのこの量もちょっと少ないです。はい、で極めつけはまず動物に変化があります。まずイノシシじゃなくてゾウです。でゾウに関しては、肉の量がイノシシよりもちょっと多いです。ちょっと、はい。であと最初にこれ、鹿に見せかけたダチョウっていうのがちょっと近くにいます。石膏で寄せればすぐ町の中心に届きそうな距離ぐらいに最初あります。でそれとは別で同じく鹿と同じなんですがシマウマっていうのがいます。なのでゾウは1匹だけなんですが、まあ、鹿が合計8匹いる。で、まあ、金と石がちょい少ない、まあ、森がちょっとこういう特殊なそういうマップになってます。ちなみにこの黒いところは建造不可能エリアという感じで、まあ、微妙にそういうエリアが多いんですね。はい、まあ、海もあったりとかして、まあ、結構本当囲いづらい守りづらいマップになっておりますというところでちょっと分回し紹介にさせていただきますよ。はい、まあ、ちょっと鹿寄せとかも含めてこのマップの進化練習っていうのはこれ単独でちょっと練習自体はしておかなければまあいけないですね。もちろん彼らは当然練習はしていてやっている感じではありますね。さあざーっと今漁師押しまで分回しましたが、全員10分切っての領主にですね、もうここはバッチリ練習していたといった流れですね。エチオピア同士のこの青と赤、2国については、当然のように弓対決といった感じ、逆側の方のこのインド対マジャールについても石膏対決というこの流れになります。なります。ネタバレしてすいません。なります。はい、放送時間が押しているとまともな解説もできない三流実況者ですいません。さあ選手小屋建造からスタートとなりますね。さあここでエチオピア使いの皆さんご注目ください。これ弓です。これ弓です。見てください。これ弓です。これで弓します。金を掘らないのかい。今金掘ってますね。まあそうなんですよ、エチオピアは一応このボーナスがありますからね。金が進化時点で100増えるボーナスがありますから、これぐらいの金掘りのタイミングでもほぼほぼ問題はないんです。これは陽だけじゃないのかと思いきやですね、対面の方のティムもですね、今金掘り1人しかいないですね。まあ、これぐらいの量でも全然まあ間に合いますよと言った流れになっております。はい、さあまず陽ですね、こちら陣地をこれでも展開頑張ってやっております。はい、囲いをとにかく気にしながらというこの展開ですね。はい、射集小屋建造からの、弓を生産している流れで、逆側の方も、石膏いきなり襲いかかっている展開ですね。わおわおわお、マジャールの、攻撃力最初からプラス1ボーナスが働いて石膏でのみ1ゲット。この辺はやっぱりねマジャールよく使われている理由の一つですね。さっきの文明の選択状況でもご紹介しました、マジャール5回使われてました。フンの2回とかに比べると随分マジャールが人気だったということがお分かりいただけるかと思います。その理由の大半がやはりここなんでしょうね。石膏で先手が打てるという点は非常にやっぱりでかい。まあ、特に囲いが間に合わないうちにこういったその囲いの農民を襲撃してゲットできるっていう点は、まあ、その囲いゲーが主流になっている今のゲームにとっては、まあ、非常に有利に働くことの方が大きいんですね。まあ、フンの生産速度が速いというところももちろん見逃せないんですけどね。うん、まあ、でも最終的に展開されるのはこっちなんですよ。今再生速度を落としました、ご覧ください。結局連携ゲーになるんですね。連携ゲーになった時に、まず多分フンとはいえどもここで1回、生産の速度早すぎたところで、まあ、肉の量が足らないからここで止まるはずなんですよ。やっぱりここで落ち着くんですね。そうするとマジャールのこの攻撃力プラス1というところが生きてくる格好になります。この連携ですね、まあ、連携前提だったらマジャールの石膏もまあその立場が一つありますよと言える展開ですね。さあ連携です、石膏と弓の連携です。
さあエチオピア発射速度が非常に速い、非常に速いこの発射速度。石膏がねなかなかこの辺ねうまく立ち回るのが辛いですね。まずリックスがここで石膏に血統を使って、ヒットポイントを上げてきましたね。マジャールのシエルの方は特に何もしていない。まあ、強いて言えば、まあ、市場を立てて視界を共有しているといった流れ。おっとここでリックスも市場を立てていた。石膏側の方から見ればやっぱこの視界共有を取って連携を取るというこの流れは非常に大事という流れですね。まあ、あとはこうやって連携しておけば結局まあ睨み合いになることはまあ避けられなく、逆にこれがまあ囲いを成立させるための安全性を保証しているという流れになりますよ。まあ、なのでなんだろうな、この考えに関しては巡り巡って最終的にまあ連携した方がベターだという話になって、まあその上でまあ囲いもできるという結論になってきます。はい。まあ、なかなかねこういうね弓と石膏の連携っていうのをあまり味わっていない人にとってはちょっとってちょっと不可解な流れになるかもしれませんが、まあ、連携してみてから分かる流れかもしれませんので、ぜひ連携してみてはいかがでしょうかといったところですね。まあ、というわけで石膏の生産が結構多かったのも相まって、こちらシエルですね、黄色、マジャールですが進化時間が20分36秒。まあやっぱ比較的、まあ、遅いのかな。まあ、プロ勢の中ではこの石膏生産を考えれば大体毎回こんなもんだというふうには僕思ってます。リックスの方も今21分54秒での、上旬予定だという流れですね。はい。さあお互いまずひたすらこうかき乱しながらというかかいくぐりながら、まあ、うまいこと荒らせるポイントはどこやら何やらを今当てているところですが、おっとここで農民が死なない、世の農民が死なない、今ので死なないのはやばいですね。神よけですね、神よけ。まあ多分これはどうでしょう、視界は広げてなかったでしょうか、鉄工所の視界で見えたんでしょうね。この鉄工所の視界だけで見えたっていうのはかなりやばいですね、神がかってますね。さあもうすぐ公営陣の方は上朱印してきますね。さあマジャールの方がすでに上朱印入って鎧も1段階入った。石膏といえどもこのスペック攻撃力7非常に強いですが、おっとここで連携が合わなかったか、 CL の連携が合わないところで弓が赤のティムの弓が単独で壊れてしまった。さあここで陽の引き打ちが光る、陽の引き打ちが光る。くー、残ったのは陽でした、選ばれたのは陽でした。いや今のはちょっともったいなかったですね。やっぱああいうところで全滅をしてしまうと、まあもちろん後続は蓄えてはいるんでしょうけど、まあ残った兵の分やっぱりその、生産すべきだったこのタイミングでの弓の生産を、まあ、内戦に回せてしまうっていうところはでかいですね。今陽が町の中心を即2つ建造してきました。対して、ティムの方ですね、やられてしまったもんだから、まあなんだろう、生産を優先しないといけないという感じで、まあ、弓をやっぱ生産してるんですね。で加えてこちら今学問所の建造に入ったという流れになってます。はい。さあインドのラクダと連携していく流れですね。ちなみにパッチが 5.8 ではないので、こちら防御力物理防御は 5.8 ではマイナスされておりますが、このパッチではまだマイナスされていません。いわゆる強いまんまのインドですね。さあそれを相手にマジャールのこの騎士がどれだけ活躍するかという流れですね。攻撃力がやっぱ自動アップで入ってくるというのがこの辺は強く生きるでしょうか。さあこの展開どうなってくるか、全然あとどうでもいいボーナスかもしれないんですけど、マジャールがいるおかげで、こちらの射手の視界ボーナスっていうのが実はありますからね。マジャールが選ばれる理由は実はそこにもあるんじゃないかと思ったけど、今僕初めて思いついて言いましたので多分あんまりでしょうね。はい。というわけで喋、ってなんぼですが、展開があまりあれですね。今こちらですね、黄色シエル町の中心を即2つ建造、対してこちら、インドリックスも町の中心3つ建造なので、今建造のタイミングで遅れているのはこちらのティムの方ですね。ただティムの方は陣地が非常にね
やりづらい展開になっております。あと10分間に合うでしょうか。さあ内政展開で非常に遅れているところですが、今回このリプレイを最後に持ってきた理由っていうのはほとんど僕は SY 陽を見てほしいがためだけに持ってきておりますので、よろしくお願いします。さあ、多分見逃して言わなかったですが、さっきまで木が1000以上あったんですね、陽に関しては。ただそこを一瞬のリカバリーで木を一気に戻していったこの展開ですございますよ。はい、さあここからの陽の、流れが非常に秀逸でございます。30分経過、資源量ご覧ください。あれできますね、あれができちゃいますね。今肉、木ですね、木を打ったからの平洋押しですね。陽が33分35秒という非常に早いタイミングで帝王を押してしまった。まあその代わり一回ここ、リックスの陣地のところ風穴が開けられそうになるんですね。一応進化を優先したという流れですので、まあ、ここで襲われてしまうのは致し方ないといったところかもしれませんが、33分の帝王インはちょっとあまりにも早すぎますね。うん、だからやっぱり逆にこれだけ早ければなんだろうね、その城主の騎士あるいは帝王の、まあ何でしょうね、今ではブイブイ言わしてるであろうインドの帝王ラクダなんかも車種で対応できてしまうという流れは出てきますよ。まあ城主だから対応しづらいのであって、これ陽みたいに帝王が圧倒的に速ければインドのラクダも何のそのといった流れ見えるでしょうか。まあ最も相手は今回インドではないですが、ぜひこれはね、陽の前衛術というのを学んで持って帰っていただきたい。さあ陽の帝王院ですね。さあこれにはたまらずこの展開ですね。このね、こっからのフランティック側の流れも非常に面白いので、まあ最後の見どころというところにはなりますが、ご注目いただきたい。さあまずはSY 側の戦略ですね、こちらまず獣医師弓を生かしてマジャールのこの黄色シエルの陣地を一気に攻め落としに行く連携ですね。からのですよ、からのこっち、フランティック側逆にこれカウンター仕掛けるんですね。これは実はエグかったりしますよ。何をもってエグいかっていうと、やっぱりその早めの帝王押しをしたがために他の資源はやっぱどうしてもカツカツ、あるいは獣医周囲のために ほとんど全ての資源を回している可能性が非常に高いですからね。で結構このタイミングだと城もなかなか立ちづらいかなと思います。確かにあの進化時間で、城まで立ってしまうとさすがにエグいんですけど、その辺は今回間に合わなかったというところで、この城は結構有効に働くんじゃないでしょうか。ただ突っ込んでいった騎士が、まあ、ほとんど帰ってこれなくなっちゃうというデメリットもあるので、まあ、深追いはなかなかしづらいといったところでしょうか。陽の内政はそんなに荒らせていないんですが、逆にこっちご覧ください。この損得感情を考えると、まあ、今回は SY に分があったかなという流れになりますね。はい、ラクダでも割れてしまう街の中心、これはちょっとやっぱりインドは強いですね。さあ固定砲台と化した陽の獣医周囲、さあ城主の兵では近づくこともままならない。懸命にティムも城主の石弓で嵐に回りますが、まあここはもうどうしてもここで一旦攻めが打ち止めになってしまいましてね、遠投だけでお帰りください状態になってしまうのはもうしょうがない。まあそれでもやっぱりここ細かいところまでケアをしようと頑張っているこのティムの、まあ、弓ですね、非常にいい動きをしてはおります、してはおりますが、まあ、やっぱそれ以上にここ、帝王に上がらないことには上司の帝王の獣医周囲に対応できない、この流れがね厳しいですね、非常に厳しい流れ。ふー、こっからの展開になってくるともはやあとは一方的な展開か。チーム点差が1300点差、すでに結果が、まあ、先は見えてしまったかというところですが、その見えたタイミングというところが、まあ一つこの、なんだろう、お互いすれ違って突っ込んだというところに駆け引きがあったんでしょうね。その中で、まあ、勝敗を分けたところを一つ挙げるならば、まあ、陽の33分帝王院が一つ強力に働いたんじゃないかなとは思います。
もしこれが陽が帝王入っていなければ、まあ、上司の石弓だったので、こちら黄色のシエルの騎士も十分に溜まっていましたから、その陣地を捨ててまでわざわざ特攻するっていう選択肢はおそらくなかったかなとは思うんですね。まあ、そういったところも絡んでくると、まあ、いかにそのまあ前衛側、まあ、車種側に立っている人が、まあ、なんだろうね、内政をしっかりと組み立てて早めに帝王に入ることの重要さというのを、もうこれ嫌というほど教えられたと僕は思っております。内容的には試合は一方的でしたが、学ぶことは非常に多かったのかなと思います。そういうご紹介でした。最後はちょっとなんかこうね、うん、お勉強リプレイになってしまって恐縮ですが、まあ、暑さというよりも最後はこういったところぜひ学んでいきたいですねっていう内容でした。ありがとうございます。というわけでメインスライドに戻します。はい、巻いていった、巻いていきました。いやもうね、本当この試合に限った話じゃないんですけど、まあ本当に陽のあの前衛弓プランっていうのはもう本当にやばいよ、うん、なのでもうなんだろう、前衛のその弓で困ってる人はもう陽のリプレイをひたすら漁ってみた方がいいですよっていうぐらいすごい、うん、際立ってましたね。まあ内政がやっぱうまい。あとはもう何よりね、プレースタイル的に手を抜かないんですよねこの人。すごい、まああらゆるゲームでこうきっちりきっちりやってますからね。まあそういうところがこういう大会でも力を発揮できる理由の一つなんでしょうね。へえ。まあというわけでトーナメント表はご覧の通りとなりました。 SY 決勝でフランティックを3立て、 Winner!SY! クー!アフリカステージ2対2を制したのは SY になりました。一応ここで最終的に、振り返っておきましょう。まあ陽の、全使用文明の、まあ、おさらいという感じになっておりますが、一応これはもう完全にリックスとの打ち合わせの上での作戦だったんでしょうね。陽が担当しているのはほとんどが、まあ、車種系文明だったというこの流れですね。まあ、だからこそ、まあ、陽の車種扱いにつきましてはもうやっぱりこう、ね、信頼置かれている内容でしょうし、だからこそ、まあ、僕も、ぜひ見てほしいなと、まあ、さっきから言っているわけでございます。はい、一応これつらつらと書いてるところで D ラッシュって書いてるのは暗黒ラッシュってことですね。でそのまま即、羽生みなり石生みなりになっておりますから、はい、もうぜひ彼のリプレイブーブリーアカウントを獲得していただいて、陽を見つけて陽のリプレイをひたすら漁ってみてはいかがでしょうかという流れになっております。はい、ちなみに、ここまで、さっきほどのプレート、あとユーロイーストステージの結果を組み合わせた現在の暫定のポイントランキングっていうのが別であるんですけど、 SY がここで単独1位に躍り出たという感じですね。ついにシークレットの牙城を打ち破った SY ですね。さあ後続で続いてこれるか他のチームといった流れでございます。今後の展望ですね。はい、まあちょっとあとは AM 個人技では超上級クラスのチームなんですが、ここも実は初戦で敗退してしまってたんですね。だからこのアフリカ2対2ステージではポイントを稼げていないんですよ。はい、さあここをいかに覆せるかというところですね。まあ他のやはりチームにもなんかこうまさかの展開になり、それこそアフリカステージでまだ取り扱われていないマップがやっぱりいっぱいありますからね。まあそういったところでトップ勢をこう追い込む、そういうプレーに期待しましょう。まあそんなわけで次なるエスケープチャンピオンズリーグは3対3、再来週ですね、9月29日の土曜日、10月の6日の土曜日、この2日間でまた3対3で行われます。で、3対3になれば文明プールの存在がさらに色濃くなります。1試合につき文明プールの文明を2個以上使わなきゃいけないという制約が出てきます。まあ、なので、最大5試合までもつれ込めば必ず文明プールが10個使われることになりますから、サラセの出番は絶対に出てくるかもよ、ということで期待しましょう。そんな終わり方でありがとうございました。いやー、まあでも本当試合形式的にはね、あまり見慣れない展開なので、実況的な流れはちょっとつたないかな。最後の方なんかはね、正直
完全に試合内容とは別のところを正直喋った感はあって、実況という内容ではなかった点申し訳ございませんでした。ただ、まあ、やはり僕としてはこの大会放送を通じて真に願いたいのは、まあ、やはり日本勢がこういう大会で活躍しているところをぜひ見たいというのが僕の真の願いでございますのでね、はい、まあ、そういった意味も込めた放送だったと、はい、ご理解いただければ幸いでございます、はい、というわけでいかがだったでしょうか。いやー面白かったね本当に。まあ本当にこれ紹介した試合以外にもね、はい、面白い試合はいっぱいありましたので、ぜひ、生の実況のアーカイブとかも残ってますから、そちらもぜひご確認いただければと思います。コージャンさんは、また来週の放送準備にピー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 追われますので申し訳ございません。はい、弓に対抗するにはどうしたら、まあちょっと気になったのは、まあ1対1とかだと結構三平を意識して使ってたところは多かったでしょうけど、やっぱ三平は騎士がいる以上お役御免なんでしょうかね。なかなか上司のタイミングで三平を織り交ぜてるパターンはほとんどなかったかなとは思います。はい、まといったところで、放送時間も1時間半経過してしまいましたので、いやーすいません、ね、もし第0分から1時間半まで見届けてくれた方いたら本当にありがとうございました。はい、部分部分飛ばし飛ばしで見たっていう人は後ほどアーカイブであげますのでね、はい、特に、今回一応ニューパソコン初めての実況解説だったので、YouTube 版で上がるものにつきましては、超ヌルヌル解像度で見れますのでね、はい、YouTube 版アーカイブ楽しみにしてる人はそっちのヌルヌル解説でお楽しみくださいよ。というわけで全部見ましたありがとうございます、ここまでで終わりにしたいと思います。今日のお相手は私コージャンでした。また次回お会いしましょう。さようなら。